します。コードギアス反逆のルルーシュロストストーリーズ。経験の積み重ねは力になるから偉いと思う。え、私の誕生日？お祝いしてくれるの？ごめんね、ちょっとびっくりしちゃって。とっても嬉しいよ。あの、こんにちは。今日もその、よろしくね。あの、誕生日おめでとう。よかった。私なんかのお祝いでも、あなたに喜んでもらえて。はじめまして。ニーナ・アインシュタインです。あなたも生徒会に入るんだよね。よろしくね。え、パソコン興味あるの？うん、いいよ、教えてあげる。頼ってもらえるの、ちょっと嬉しいな。ミレイちゃんはイベントとか好きだけど、本当はああいうのちょっと苦手。あなたも？同じだね。生徒会のみんなのことは嫌いじゃないけど、一緒にいると自分と比べちゃうから、それがちょっと辛いかな。ミレイちゃん、また何かやるみたい。私たちは、そうだね。じゃあ今日は終わるまでここに隠れてようか。朝早いんだ。私はちょっと夢中になって徹夜して。おはよう。みんなはまだ来てないよ。え、私に会いにって困るかも。こんにちは。邪魔ならお弁当は隅で食べてるから。こんばんは。もうみんな帰ったよ。一緒に帰ろうって、え、私と？あれ、もうこんな時間なんだ。実験に夢中で夕ご飯食べそびれちゃった。あ、ごめんなさい。まだ起きてるって思わなかったから。そう、この理論が実現すればなんだって。ごめん、話ができる人がいるからついはしゃいじゃった。ユーフェミア様は私に必要な方なの。キラキラしててとても綺麗な方で、あの方に会えて私ちょっと変われた気がするの。え、イレブン？うん、怖いよね、チェロとか。でもどうしてそんなこと聞くの？ミレイちゃんは幼馴染なんだ。いつも明るくて私を助けてくれてすごく感謝してるの。あのね、私今頑張ってることがあって、いつか完成したらあなたにも見てほしいんだ。あ、ごめんね、びっくりしちゃった。どうしたの？ごめんなさい、私人と話すの苦手で。あ、こんにちは。うん、もうびっくりしなくなったかな。私ね、憧れてる人がいるの。いつかその人にもっと近づけたらって。変かな。あなたは私ならできるって思ってくれるんだ。そんなこと初めて言ってもらったかも。あなたは私の手を引っ張ったりしないね。私が自分で歩くのを待っててくれるんだね。プレゼントボックスに何かが届いてるみたい。確認した方がいいと思う。依頼達成したんだ。報告に行ってきたら？
朝晩は冷えるようになってきたね。風邪ひかないようにしないと、うつしたらみんなに迷惑がかかっちゃうもん。冬の夜空って素敵だよね。どこまでも澄み渡って星の瞬きに吸い込まれそうで、大切な人のところまでつながってる気がするの。年末まで生徒会は大忙しだね。来年はもう少しみんなで落ち着いて過ごせるといいかな。明けましておめでとう。これから未来ちゃんの家に行くんだけど、一緒にどうかな。テレビで皇族の方々が新年のご挨拶？新年早々ユーフェミア様のお姿を見ることができるなんて、素敵な一年になりそうね。温かいココア入れてくれたの？ありがとう。実は手がかじかんでうまくキーボードが打てなかったんだ。お庭外、福は内。私は外か内かどっちに行けばいいんだろう。暖かくなってきたね。ちょっと近くを散歩しない？その研究に少し煮詰まっちゃって。桜を見るのは好きだけど、酔っ払いは嫌い。だから大人の人が来ないなら行ってもいいよ。いい気候ね。たまには外ではしゃいでみようかな。あの、一緒に出かけてくれない？あなたと出会ってから1年も経ったみたい。こんな私をいつも気にかけてくれてありがとう。これからもよろしくお願いします。梅雨は嫌いじゃないの。出歩かない口実になるし、傘で顔が隠れて目が合うことも少なくなるから。でもあなたとなら。暑すぎて冷房の効きがあんまり良くないね。パソコンにも熱がこもって心配。作業中はこまめにデータ保存しなきゃ。一年に一度会える日があるなんて幸せじゃない？その日を楽しみに生きていけるなら充実した日々だと思うんだけど。毎年学園の屋上で花火を見るの。綺麗だよね。金属の炎色反応であんな色が出るなんて。そうか、この理論なら強くなれるのね。これはまだ誰も発見していない法則かも。いつか私もあなたみたいになれるかな。次は私があなたのために何かしてあげたいの。この力があれば世界は変わる。きっと。いっぱい応援してくれてありがとう。これからも見ててね。で、出ないとダメなの？出まーす！ちょっと怖いけど、頑張ってみるね。テストデータ取らせてもらえるかな？行きます。ごめんなさい。今度は目立たないように。ちょっと休みたいかな。ごめんね。私はここまでかも。これでできるはず。やだ。人がいないみたいだよ。もうダメなの？今のやり方じゃダメみたい。この威力、どうやって？失敗は成功の母って言うから、やり直すのは悪いことじゃないと思う。褒めても何も出ないから。
まり役に立てなくて、次はもっと。大変だったけど、いろいろ面白いデータも取れたし、来てよかったかな。やったね、あんなにうまくいくなんて。え、私のおかげ？ありがとう。